プロ野球チームを作ろう実況のパート9でございます。どうもアザラシです。やっていきましょう。先が見えんくなってきたな。ウォー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 横浜ベイスターズ燃える星たちよ、レッツゴー。ちゃったちゃった。お、3連勝、2位横浜から3連勝、素晴らしいじゃないですか。どうした一体、一日明け、非常にいい勝ちっぷり。どういう成績大きいの、みんなまんべんなく打ってる。こんないい日があるのか。野球の試合ってさ、大差のゲームって試合として大味で面白くないけどさ、こういう勝ってる試合で、自分のひいきのチームが勝ってる試合で打撃成績みんなこう軒並みいいと、なんかさすがにそれ嬉しいよな。やっぱ勝つと面白いな、試合と。山内もいいな。応援歌は大体歌え、大体歌えない。大体歌えない。六甲おろしとソレイキカープと。にっちゃんファンだけどさ、にっちゃんファンなんですよ。にっちゃんファンなんですけどね。あれが歌えなくて、ファイターズ参加を歌えた。どんな歌だったのか、どうも頭の中に。うわ、負けた。黒田くん、そんなんじゃ大リーグには行かせられないよ。トマベチのピッチング見てくれたまえよ。すっげえ。何があったトマベチ。トマメチっていう選手は結構期待されて入ってきて、名前もなかなか特徴的でだったんだけど、なんか指先の血行障害かな、障害かなんかね、選手生命は非常に短かったんだよね。まあこの焼き付くの世界では非常に可能性のあるピッチャー、うまく育てると多分すごくいい選手になるなっていう、そういう風な選手としてこの焼き付くでは登場してきますね。志向座選手、ちょっと成績を持ち直してきて、オーナー賞あげちゃうか、ここで禁断のオーナー賞500万ゲッチ、禁断のオーナー賞与えてみましょう。ピッチャーは高橋健、ちょっと待って、高橋健の防御率は悪化してるな、ミンチにしよう。外人投手の投げ合いで負け。ほんまウルスとダメじゃね、ほんまウルスを打たれてね。配置転換もやむなしだぞ、これは。かぁ、打率5割みたいな、勝率5割とはいかないまでも、5割いってないから、いかないまでもじゃない。防御率なぁ、山内だけが、ギャーと思う。オールスターでいけそうな選手いねえだろ、力一人もいねえ、一人もランキングに入ってない。フリーキカー1億3500万円車のイベントの収入プリオ、金だけあるからさ、選手獲得しちゃおう、金だけあるから。ホリス、全くいらんけどこのホリス取ったろ。外野手はまあいいでしょう。代打としては使えるな、代打としては。代打とめちゃくちゃ東出の調子がある時に使おう、使ったろ。
効率もしかしたらあれかな、あの2軍かな。あ、おるわ。東出が2割8分打ってるじゃん。東出を追ったら別に効率つかんねえわ。東出がもう全然チャンスでダメだから、そういう時にポリスになるぞ。いいですね、こうしてるし。ウルソーもしっかり失点してるな。もしかして、ああそんなことはなかった。ウルソーの失点でなんかこんなことになってるか。そんなことはあった。ウルソーのせいだ。しか構成ないんだ。まあヤクルト相手ならまたウルソーに勝ちがついてる。またっていう、これがウルソーのせいなんじゃねえか。そもそもそんなことはない。うわー、よう抑えたな。これ小林寛永が悪いんだけど、フォアボール、四球で満塁。入ってないか、これ。待ってよ、フォアボールでデッドボールで1人出て、もう1人出てライト前に打って、あ、そう、下に出てた。ちゃんと高橋が暴走アウト。野球で一時期よりゲーム差縮まってないか。まあかなり優勝は難しい位置におるけどさ、ほら7.5 ゲーム差首位と言うほど悪くないよ。 7.5 ゲーム差ってなんか一時期9ゲームぐらい離れとったからね。そこから比べたら 1.5 も減らしてる。今勝ってるとこだから。そんなこと言ってジャイアンツからトレード、ほう、福地、そんなに福地がかわいい、かわいい欲しいぞ。守備いいもの、ショート溢れてるもんな。絶対を取るだけの可愛いを取って、いやーダメだ、いらね、福地の方がいるわ。うわ、福地つまりは永遠になってる。いけない、外野もちょっと欲しいけど、だったらホリスと交換してくれ。ホリス。ファイターズさんかな。進めだ、進め。ファイターズ勝利の歌だよ。歌だったか。勝利の言葉だ。進め。ファイターズ。守備上がらんかな。上がる？全く上がらん。おつぼん厳しいな。そこそこ出てるんだけど。逃したカニ、おそらく一晩中苦しめられることは間違いない。まあ悪くねえな。見てよこの福地の AA の凄さ。25歳で AA 絶対 SS になるよこれ。28ぐらいまでこの調子で守備だけ鍛え続けてたら SS になるよ。そしたらもう盗めない類はないもんね。しかもバントヒットで絶対に出塁できるっていうレベルになっちゃう。勝ちてえな、ここ。上原、うお、ナイス。黒田、オーナー賞つけよう。500万円。
エース山内をぶつける。この試合見るか。ここ大事。ここ本当落とせんぞ。本当落とせん。大事にいく。西清水高橋松井前戦った時とラインナップは変わらんか。変わらんのかな。メイダレルメイ村田吉野清原西江藤じゃん。新岡清水松井高橋あれ野村健次郎どうしたの。怪我した。野村健どうした。バーンとヒット出てくれ。このメイって確か阪神にいたんだよね。そこが結構悪かった気がする。ダレルメイ投げたバント。実はこの焼き付くこのバントヒット、左バッターのバントヒットがめちゃくちゃ強い。走力とバントを鍛えた選手だったら、ほぼ 100% に近い確率で出塁することができる程度だな。このバントヒットがめちゃめちゃ強力なんだ。どうですか。この焼き付くを知り尽くしたプレイング。この調子で全部試合をやったらさ、多分勝てるんだよ。多分全勝できたりするんでしょ。できんか。結局得点圏にランナー進めても、そこからもう一打出るか出ないかだな。大きいからね。キャッチャー小笠原がしょぼすぎ。お、ナイス刺した。清水、もうあるでしょ。盗塁を防ぐに一人でも盗塁するんだろ、きっと。小笠原もうガッツじゃないよ。この巨人のユニフォームを見てなんか頭が痛くなる。ガッツを返して。よし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 。結果を抑えたら何の問題もない。結果を抑えたら何の問題もない。長打狙いだな。長打狙うぐらいしかないな。投げた。ストライク。選球だ。投げた。打った。しかし。セカンドライナーに朝晩だいぶ涼しくなりましたね。いつも扇風機つけて寝てるんだけど、こいつもにも扇風機片付けていいかなと思いました。サーキュレーターじゃないけどね。エアコンの、あ、今ちょっとマイクに手が当たった。エアコンの、なんかその温度だけ下がったっていう感じがちょっとあんまり得意じゃない。風がないとなんか涼しさも暑さも感じないと。なんか動いてないと。空気動いてないと、ダメなんじゃねみたいな。風水的にはほら、風水的には、水ってさ、よどむと良くないのよ。風水で語ったところで何になるって話。今、小笠原パスボールした。ちょっと待って、松井なんかを勝負する必要ない。敬遠だ。打率4割1分3厘。打率は4割1分3厘で出てたぞ。これは台湾リーグですか。ナイス。もうあの、明徳義塾の馬淵監督並みの、もう松井全打席敬遠でいいよ。4割ってことだから。さすがにもう。とか今4割1分3厘で興奮してたけど、ここはあのあれかロゴで見えないのか。あれ申し訳ねえことしまったな。メインバントか。じゃあもう大胆にバントシュート聞こえや。投げました。ワンストライク2ボール。バントシフトですけど。フォークボール。ねえ、バントシュート取り消し。打ち上げた。ラッキー。
色気が出たね、欲が出たね。あわよくばフォアボールで出塁できるかもしれんというそういう欲が、なんかそのままバントの構えしとけばいいような気もするけどね。いやヒットでね、メイ相手にヒットがね、ナイスナイス、いい守備ナイスナイスナイス。うーん、山内いいな、変えたくねえな、変えたくないけど変えちゃいます。代打ホリス、おっとここでちょっと待って、代打ホリスっつったけど、ホリス結構チャンスに強いんだったっけ、もったいない使い方したかも。まあ右打者だしね、対メインにはちょうどいいでしょ、いいよろしい。そしてホリスにダイソー、ダイソー福地、福地使うの早すぎるかもしれん、消せ消せ。速い、圧倒的に速い、3投いける。左ピッチャーでこのモーションの大きいメインならよっしゃー、よし1点入れてくれ、よかった多かった。3三振バト、スクイズ、スクイズ完璧かよ、地味なし、地味な野球してるな、おい。ホームラン、オズボーン、イッツとオズボーン、ザッツオズボーン、イッツとザッツの使い分けを教えてほしい。イッツショータイムっていう時と、ね、ザッツエンターテインメントっていう時と、イッツとザッツの違い分けは、盗塁盗塁、こんな遅いメイなんて走りたい放題さ、この焼きつくもうちょっと盗塁失敗した方がいい、いいと思う。ちょっと足が速い選手は確実に盗塁できるからな。四股技選手の打席を見てくれ、こいつは輝くぜ、これからこの未来ある打者だから、見てくれ。1打点を入れるところ、20打点から21に変わるわ。身長もクソもねえよ、新井ピッチャーはメインだから新井でいいよね、新井でいいよ。ここで代打を投入します、代打新井、1割5分8厘1本1打点、もうまだ出始めの新井貴弘ですね。後に新井さんと呼ばれる新井さんでは、新井では顔がシュッとしてるもん。鼻で笑ってしまう、こんなの誰からかな、とりあえず玉木、それからキャッ、まあそうか、守備もね、おばさんの方がいいからね。ロペスを田村に変えて、守備をこういう風に変えて、野手では浅井のところを木村拓哉に変更、こうですね、こうでしょう。最後9回が小林寛永が締めるところまでやって、いやもう完璧じゃない今日の試合運び、我ながら我ながら一人ランナー出たら、ポリスが出塁したら即座にダイソーに福地を送って、福地が3盗塁を3盗を決めて、東出がセーフティースクイズで、オズボーン打席見ましょうか。すごいオープンスタンスだな、オズボーン。いや、オープンじゃない、クローズドだ。ストレート、
すごいクローズドスタンスだった。左バッターでそのクローズスタンス、クローズドスタンスって意味あんのかな。もう一度牽制です。足が三塁方向に出ないかい。惜しい。モズボーもすげえな、打率3割6分6厘、3割6分6人、まあ、見えないんだけどね、このロゴでね。ロゴにどうしたらいいんだね。3割6分6人6本だよ。さあ、来ました、ガッツ小笠原。サンキューガッツと言わせて。3割7分3人だ、小笠原も。なんで走ったんだよ、今。なんで走ったんだよ。指示出してないよ、投げました。ストライク入って、カウント2エンド1。なんで走ったんだよ今。打ち上げた。内野フライに倒れました。サラ打ってるけどあんま見てねえな俺。松井か、怖いな。怖いなって言って矢先に来る。ほぼもう勝ってたじゃん。ほぼもう勝ってたじゃん。なんでウルソを投げさせた。ほぼウルソが負け、ウルソが負けさせてるよ、うちのチーム。田村、素晴らしい。ダイソー送りたいけど、もうキャッチャーしかいなくて。頼む金本、このチームを救ってくれ。頼む。スリー決めてほしいな。フォアボール。フォアボールか。ノーアウトランナー1、2塁。決めたくだ。投げた、ストライク。今のバッティング見て確信した。バントは一塁線方向にうまいこと決めてくれ。なんで三塁線に。三塁へ送球、アウト。バッター、ちぐはぐれと打席に入ります。ちくわざ、長打狙い。あとボテボテのゴロ、しっかりとキャッチ、二塁へ通す。それのどこが長打なんだ。ここでピンチヒッターです。野手全部使い切ったよ。サードを牽制します。三塁へ送球。死闘だな、まさにまさに死闘だな。これはどうだ。頼む、落として。広投策に出ます。広池な、広池じゃないと思うな。右右右のところでなんで広池だよ。野村健二だよ。うまいことハマったね。尾形、そもそもなんでなんで喉書きがショートやってんだよ。牽制、監督、セーフです。達川監督、これはさすがにいくらなんでもあんまりじゃないですか。バント、完璧なバント。一塁へ送球、アウトになります。さあ、1点のところ見ようか。オズボーン、オジーオズボーン。これは外れました。打率3割6分6厘、フォアボールだったからな。三塁牽制。でもさ、あんまり試合数多くないのにもう6本もホームラン打ってるっていう。でも6本も打ってんだな。投げました。さあどうだ。よっしゃ、三遊間抜けた。ナイス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 。ヒットを放ちました。ちょっと待って、あとオプションで選手交代を監督にさせないようにしとこう。チョソンミンは韓国の選手って知ってるんだよな。チョミンチョルとかチョミンテとか、あの辺も韓国かな。台湾だと思ってた感じだから。なんで今小笠原を三振したんだよ。打ち上げた、ファーストフライに終わりました。
今言ってるんでよかった。ピッチャー交代でーす。ピッチャー小林かなりになりさせまーす。抑えのエースを投入してきました。よし、どうだった。これで小林かなりがピシッとね、個人打線抑えるから。投げました、打った、キャッチャーフライです。ナイス。まず1人目、あと2人。高橋芳乃監督、高橋芳乃後の監督である。投げた、デッドボールです。大丈夫でしょうか。いや、乱闘雑魚だな、これ。地蔵、高橋芳乃ストライクは松井さん、右打席、右側に出てるから、これ見えるのか、松井。成績は。4割1分4厘、24本、60打点ですよ。こんなの、これはボテボテの当たり。勝負すごいアホだろ。二塁へ送球。よし、勝った。カープ、接戦を制しました。接戦を制しました。死闘だった、まさに。26分もかかった。でも、よかったね。6.5 まで縮めて。3立てしても、3立て戦限り、全然順位縮まらない。2勝1敗じゃ1個しか縮まらないんだな、ゲームは。まあ、当たり前といえば当たり前なんだけど、その現実にちょっとめまいが。山内だけが、山内と小林かね、あと伊達のところで尾形とロペスが、まあ、はい、かろうじてって感じだな。よし、じゃあここまでパート9でしたかな。うん、時間がもう27分とかになって、試合一つ見るとすごい時間かかっちゃうからね。ということで、まあ、ここまで、いい試合だった。